毎回のお運びでございましてありがたく御礼を申し上げます。間へ挟まりまして相変わらずおなじみのお笑いを申し上げることにいたします。大変に当今ではまた釣りというものが盛んになりました。好きとは以上夢中でございますな。船ののっこみでございますな。ただいま土曜のうち日中になこの大きな荷物を背負いましてこっからタラ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 朝を垂らして人の釣ってんのをこの夢中になって見てる方がちょいちょい見受けますってね。おっしゃいけないよ君。ダメだよ君。いけないってんだよ君。君だって見てるんでしょ。私はこんな大きな荷物を背負ってますよ君。君を押したら川の中落っこっちまい。落っこったら上がりはしません。こんな大きな荷物を背負ってるんですから。君ね見るな。あれやいてめえ一人見てんじゃねえ間抜け。なんでもいやことを言うようなもの好きだね。どうだいどんが揃ってら安くないそうだな。一節いくらってんだ贅沢だね。こう行かなくちゃいけませんよ。楽しみだな。どうあっと もし食ってますよあなたやってますよ。 いいえ赤い方の浮きですよ。赤い方の浮きあげないと餌は取られますよねえ私は急ぐんですがな君ねその見てんのはいいがね君その騒いじゃいけません。君魚が逃げってこのままでうわーっとしょうがねえなこの人。おいやおいや弁当箱ひっくり返しやって。おいどうするんだいこの人は弁当箱ひっくり返しまって。ああなるほど弁当箱がひっくり返りましたおかずが目指しですなケチなおかず。なんでケチの一ついただきます。ひどいやつがあるもん。まるで夢中でございます。おいお先ちょいと道具箱取って。ダメですしたうまいさんまた釣りに行くんでしょ。そうだよそうだよじゃありませんよ。あんなに仕事が疲れてんだから仕事あげてから行ったらどう。何言ってやで釣りって言って文句言ってやな。お前なんだね分からへんで今玄ちゃんに会ったんだよ。ちょいと出るってんだよ。一日行ってるわけじゃねえじゃねえか。決まってんだよお前でさっきって言ってなんかそこ置いとってくれ。何してんの。え枝豆を打ててんの。弁当なんだいるんじゃないんだよ。待ってやなしおめえ。なんか物言わなきゃ文句つけなきゃ損だと思ってやん。でも森がこれで浮きが点数ああこれは偉い星だね。この星というあれなんだいこら天狗が参っちゃう。こりゃいけませんよ。どうもは調べてこなきゃいけないってな。これだね本天狗はねこういうその憂いがありますから。ああいけねえやこれは群れちゃったんだ。だしょうがねえなどもああいけねえこれは弱ったなどもしょうがねえなどもどうすいませんがねこの馬つないでるケースがねおとなします。おうダメだよなとこ馬つないじゃ入り口じゃねえかおい。そうあいちめえって乱暴なやつだな。あんなとこ馬あの馬の尻尾を抜いてやる。え話には
聞いているのだけで、やっ、えらい引き金、ね、これは驚いた。なんでもなんだ研究ですね。こういうこととはね、気がつかなかった。三本ありゃ ねこっちのもんだからね。おい、何してんだよ。ああ、びっくりした。おい、よせよ、おい、かっちゃんじゃないか、おい。脅かすなよ、脅かすなって、お前何してるんだよ。何してるって、今釣りに行こうと思ってね、道具調べたの、手癖が参っちゃったんだよ。だからしょうがないから、馬の尻尾抜いたの。馬の尻尾抜いたの？お前が？へえ、えらいことをする男だな。いけないか、いけないかって言って、お前、白馬じゃねえ。あ、お前ね、馬の尻尾を抜くとどうなるっていうことを知らないね。あ、それだから抜けるんだ。知ってやとても抜けやしません。これは驚いた。お、おらけ。お、よせよ、変なこと言うなよ。おい、馬の尻尾を抜くとどうなるって、お前知らないから抜けるんですよ。知ったても抜けやしませんよ。だからさ、教えてくれよ。教えてくれたって、俺だってただ習ったんじゃねえんだから。おい、嫌なこと言うなよ。おい、友達は友達だよ、友達だけどもね、何の中にも礼儀あり、カビ一条でも、タバコ一個でも、こうしよう、酒一杯ごっそしね、もう教えてやる。酒って、一人酒ないよ。知ってるよ、君のところ、細工があれ、今朝、一升瓶二本ぶら下げて、うちの前に通ったよ、よそからもらったんだろ。そうなんだよ、本当のこと言うと、あれね、こっちの酒じゃねえんだ。だから大事にしてんだ。あれね、じゃねえ、かっちゃんね、日本切りだよ。いいかい？上がってくれ。おい、お先、今かっちゃんに大事なことを聞くんだから、酒2本つけて。あ、馬の尻尾を抜くとどう？おい、もう慌てちゃいけません。こういう話は落ち着いて。今ね、おかみさんがすっかり支度をして、俺が一杯飲みながら、馬の尻尾を抜くと、こういうことになるんだよと言って、俺が話をするだろ。で、お前は聞いててね、あ、いいことを聞いといたな、そうかなって、お前、感心してるんですよ。俺も知らなかったんだよ。抜いてたんだよ。あ、おかみさん、コップで行きましょう、コップで。めんどくせえから。おかずいりませんよ。え？枝豆があんの？あ、そう、すいません。どうもね、今ね、浪川の家の前で通ったんで、そしたらね、おい、やったいでよ、おい。なんだな、おい、自分時じゃねえか、おい。飯でも食ってけよって、こう言ってくれたんで。だけどね、飲むやつはね、すぐ飯ってわけにいかないんで。いっぺん飲みてえだろ、銭やなしね。いい酒だね、いい酒の温泉ってぐらいの豆はまたおつだね、このね、豆というものはね、これなかなか難しいんだよ、塩加減というのは大したもん、これはね、抜いてたんだよ。そしたらね、そこにね、年配の人が来てね、あなた何してんですって。今、馬の尻尾を抜きました。おやすみなさいよ。そういうことするもんじゃありませんよ。いけませんか、いけませんかって、あなたね、馬の尻尾を抜くとね、こういうたたりがありますよってね。聞いてね、俺はゾッとしちゃった。お前知らないかのか、知ってたたん抜けるもんじゃねえんだ。だからね、なんか聞いとくもんだね、聞くは一時の恥と言って。本当だよ、知らないくらいバカなものはないね、全くの話が。ああ、俺はね、お前、筑波の友だからね、俺はお前に注意するんだけど、本当の、おい、かっちゃん、おい、お前、ガブガブ飲んでるがね、おい、馬の尻尾、うるせえな、おい。お前、イライラするんじゃないよ。お前、落ち着きがないからね、なんでもね、落ち着いて、長生きしないよ、お前。
電車混むね。どうしたら混むんだね。人間が多すぎるんだね。電車混むとまた悪いやつが増えてね、女の子のももを切ったりね、うけつなぜたりなんかし、ああいうことが昔からあるんだよ。あ、もも切ったやつがね、3年の稽古ってね、うけつなぜたやつが8年の稽古、もも切り3年かけ8年。おいかっちゃん、お前知ってんだろ。おい、俺はね、俺イライラする性分で気が短いんだからね、馬のしうるせえな、この男。おもちゃ、おもちこれもったいないよ、これもう一本あんだから。これね、これ飲んじゃう、これ私が飲んじゃうからね。お酒ない。枝豆もおしまい。ごちそうさん。さあ、馬の尻尾のわけ教えてやろう。馬の尻尾を抜くとどうなるんだい。馬の尻尾を抜くとね、うん、馬が痛がるんだよ。こういうことを言って人をからかって喜んでる方がございます。落語の方でも昔はこの三大話というものが流行いたしました。真打が一席申し上げたお後でお景物といたしまして、お客様から三大お題を頂戴をいたしまして、即座に落語にまとめたという大層な力でございます。その中で三遊亭圓朝氏の作で大仏餅というのがございます。第一が大仏餅、次が袴木の祝い、新米の目倉小軸という、この三大でございました。だんだん雪が降ってまいりました。そうか、家に冷えると思ったがな、とうとう降ってきたか。うん、いや今夜積もるな、こら。うん、ああ徳次郎、おい、表に誰かいるようだぜ。お願いでございます。お父っつぁんが怪我をいたしました。血止めにいたします。タバコの粉を少々いただかしてくださいます。お子さんのようだね。どうしたい。はい、私は新米の目倉小敷でございまして、土地の様子が分かりませんもんでございますから、この山下でいただいておりますと大勢の小敷に取り巻かれました。ここは俺たちの縄張り内だ、渡りもつけねえで何でもらって歩く不定野郎だ、寄ってたかって殴られました。これに毛があっては大変と、これをかばっておりますと後ろからどんと疲れまして、膝をすりむきましてございます。お情けでございます。タバコの粉を少々いただかしてくださいまし。あ、それはかわいそうに。タバ、あーお前ね、そりゃタバコの粉じゃダメだよ。おいおい、おみな、その用出せの小さい方の引き出し、え、傷薬があったろ。ああ、それだそれだ、こっちを送れ。さあ、こっちは足を出し、この薬はね、やたらのとこに売ってない薬だ。鎧の袖といってね、うん、しみるよ。その代わりこっち足出してから、もっともっとまくって、ほら、はい、いいかい、ほらほら、どうだ、しみるだろう。おい、フルテヌム一本やったぐらい。ああ、それ切らなくてもいいんだよ、それ巻いてね。ああ、どうだい、しみるだろう。旦那様、結構なお薬でございます。痛みがパッタリと止まりました。あ、それはよかったね。さあ、この子は何かい、お前の子かい。はい、
せがれでございます。いくつになるね。六つでございます。ああそうかい、大変な違いだね。うちの子供も今日は袴着の祝いでお客様を招待して八百膳の料理を取り寄せて今食べて帰ってもらったところだ。あれがまずいの、これが気に入らないのと贅沢なことばかり言って、この雪の降るのに大変な違いだね。裸足で歩いて親の面倒を見、おいかわいそうじゃないか。え、なんかやりたいね。あのおい、料理の残ったもんがあったろ、それやっとくれ。うん、入れ物がなくちゃいけないな。なんか麺つゆかなんか持ってるかい。結構なお薬を頂戴した。その上にお料理のお余りを頂戴する、ありがたいことでございます。それではお言葉に甘えまして、これ頂戴をいたします。そうかい、これこれは大変だ。これは確か朝鮮サハリの水こぼし。お前さん、この水こぼしをめんつゆの缶に使ってなさるのかい。何もかも売り尽くしまして、それは私の秘蔵の品でございます。自分から話すことができませんので、ただいまもってめんつゆの代わりに使っております。恐れ入ったね。お前さんはお茶人だね。いやこれは驚いた。おいおい、あのおでんを二つこさえてくれ。あ、お前さんがね、この朝鮮サハリの水こぼしをめんつゆの代わりに使ってる。恐れ入った。ご飯をあげたいから。ああ旦那様、私は火曜に来たのございますから。いやそんなこと心配しなくたっていいんだよ。あ、そこぴったりと閉めてね、あの雪が吹っ込むから。ああ、あなんだな、足が汚れてるんだ。徳次郎、おい、お前この人の足洗ってやる。なぜお前はそういうことを言うんだ。今こそお供を捨てても元は相当な方だ。なぜそう人を見くびなさる。お前なんだ、そんな了見だからダメだ。あ、そこへお膳を二つ並べておくれ。洗ったかい。残りもんだけどね、八百膳の料理だ。あ、たくさんお食べよ。ありがとう存じます。じゃあお言葉に従いまして頂戴いたすことにいたします。これ幸之助、お前なぞは八百膳の料理は食べ始めの食べじまいだぞ。大しお膳で頂戴するなんてもったいない。よくお礼を申し上げていただきなさい。旦那様、おありがとうございます。たくさんお食べよ。見るからにもっとお前さんも相当な方のように思うけども、時節が変わったんでお気の毒だ。はい、私も昔はお客様を招待いたしまして、八百膳の仕出しを取り寄せて食べていただいたこともございました。料理がまずいの、おつゆが甘いの、辛いのと贅沢を申したためにかようなにわかめくらになりました。ただかわいそうなのはこの子でございまして、親の因が子に報いました。この寒いのに裸足で歩いて親の面倒をよく見てくれます。まことにお恥ずかしい次第でございます。私の言うのはね、お前さんがねお供をしててもだよ、このね朝鮮サハリの水こぼしを手放さないって、そこが私が面白いと思ってるんだ。去る方が寝をよく買うから手放したらよかろうとこう言ってくれました。何の因果でございますか。私がどうしてもこれを自分から話すことが脱ぎませんもんで、まことにお笑い草でございます。お前さんは真のお茶人だ。お流儀は千家でございます。どなたがご門人だ。川上宗次の弟子でございます。あなたのお名前は。私の名前は申し上げたくないのでございますが、数々のご親切何をお隠し申しましょう。私は芝片門前に住まいをいたします。神谷幸右衛門でございます。え、あの神谷幸右衛門とおっしゃると、あのお上の御用達をなすてたあの神子。
はあ、こりゃ驚い。いや、こりゃ意外だね。いや、それなれば話をしますがね、こういうことがありました。久しぶりの話だけども、お宅におめでたいことがあって、私も大宮をご招待受けた。私はのっぴきならない用事があって行くことができなかったが、人間ってものは分からんもんおみな聞いたが伺いましてございます。誠においとしいことでございます。よく道具屋の腹球が参りまして、お宅のお庭のご様子がこうのお茶室の具合がこうのとよく話をしてくれました。誠にお気の毒様でございます。そうおっしゃいます。あのこちら様は、私は御徒町におりました河内屋金兵衛ですよ。はあ、幸いでございますか。なればこそこの水こぼしがお目に留まりました。ありがたいことでございます。いやこりゃ急だね。こうしよう、あの上公さんにね大須を一服あげたいね。うん、その、うん、鉄瓶立てで、いやその夏目でいいでしょう。あの大須を一服あげたいから。さようでございますか。私はもう生涯大須などはいただけないものと思っておりました。旦那様のお手前を頂戴する、もうこの世に心残りはございません。いやそうおっしゃられると誠に困る。あのなんかお菓子があったろ。え、お客様にみんな出してしまった。そうかい、そりゃまずいね。おい、大仏も違ったじゃないか。ああ、それだい、それだい。あ、それこっちか。さあさあさあ、この大仏餅を食べてくださいよ。あのね、子供しにやってくださいよ。ありがとう存じます。頂戴いたします。これ晃之助、いただきなさい。お父っつぁんに手一つ乗せてくれ。はい、旦那様、この大仏餅というお菓子は我がございまして、お茶受けには結構なお菓子でございます。では頂戴をいたします。おどうしますと。え、喉に疲れた。そうそう、泣きながら食べるか。それ、おいおい、子供が心配するじゃない。誰かいないか。おいおい、持ってこい、持ってこい、こっちおいで、こっち。そらそら、ありがとう、何します。あら、あなた目が開きなすったね。目が開きました。鼻がこんなになりました。鼻、ああ、今食べたのが大仏餅。あ、目から鼻に抜けた。